ツールバー、ツールバー、英語、ツールバーとは、アプリケーションソフトウェアの機能を割り当てたアイコン付きの、ボタンなどが置かれる帯状の領域のことである。通常、アプリケーションの機能はメニューに割り当てられ、マウスでクリックした時にイベントドリブンで起動する。しかしメニューは、階層構造なので、深い階層にある、メニュー項目に割り当てられた機能を起動するのは、手間がかかる。 そこでよく使う機能をボタンに割り当てて、画面の上部の目立つ場所に並べて、マウスでダイレクトにクリックして起動する仕組みを作った。これがツールバーである。ツールバーには、ボタン以外に、スピンボタンや、ラジオボタン、コンボボックスや、ドロップダウンリスト、チェックボックス、区切りマークなども配置することができる。ツールバーは必ずあるわけではなく、マイクロソフトウィンドウズのメモ帳には存在しない。 また画面を広く使う等の理由で、ユーザーが設定して表示しないこともできる。伝統的な Microsoft Windows のアプリケーションでは、Window のタイトル領域の下にメニューバーが置かれ、その下にツールバーが置かれることが多い。一般的なツールバーは、Window の横幅いっぱいに広がり、複数のツールバーを何段も置くことができる。Microsoft Office 2003のように機能数が多い、アプリケーションでは、 ドッカブルツールバーが多用される。ドッカブルツールバーは移動可能な小型のツールバーで、切り取りとコピーと貼り付けのような同じの系統の機能を持つボタンが配置れる。ツールバーとは親子関係でツールバーの中にドッカブルツールバーが複数置かれる。ドッカブルツールバーはユーザーがカスタマイズできることが多い。例えばボタンの場所をドラッグドロップで移動したり、 ドッカブルツールバーをツールバーの外に出してフローティングパレット化したりツールバーに再びドッキングすることもできる。マイクロソフト Windows のツールバーは Windows のコモンコントロールの一つでありコンドル 32DLL に実装されている。長年にわたって改良されているが仕組み自体は Windows95 の頃から存在する。マイクロソフトは Office2007 以降 ツールバーの代わりにリボンの採用を増やしている。一般的なウェブブラウザには戻るボタンや進むボタン、ホームボタン、更新ボタン、中止ボタンなどが配置されたツールバーとユーザーがよく使うブックマークやブックマークレットをボタンしておくことができるツールバーが用意されていることが多い。前者はインターネットエクスプローラーではコマンドバー、Firefox では ナビゲーションツールバーと呼ばれている。後者はインターネットエクスプローラーではお気に入りバー、Firefox ではブックマークツールバー、Google Chrome ではブックマークバーと呼ばれている。この他にブラウザメーカー以外の第三者、サードパーティーが提供し、ユーザーが任意でインストールするツールバーもある。ヤフージャパンのような大規模なポータルサイトはニュースやウェブメール、 オークションなど様々なサービスを提供している。サードパーティーのツールバーはそれらのウェブサイトやウェブアリケーションの機能をボタンに割り当てて複数のサービスを横断的に統合し他のウェブサイトを閲覧中でもツールバーから直接利用できるようにしている。ツールバーは独自の付加機能も持っていて検索結果を一覧表示し文章中に含まれる検索キーワードを ハイライト表示したり、検索履歴やキーワードの入力保管機能を提供している場合がある。ボタンは個人の好みに合わせてカスタマイズできて、ユーザーが統合するサービスを追加できる場合がある。ツールバーはユーザーがひとたびインストールを許可すると、即座にウェブブラウザにインストールされ、ウェブブラウザに常駐する。ポータルサイトにとってツールバーはユーザーを常に 自社のサービスにつなぎ止め、利用を促す反則ツールである。ツールバーの中には、利用を促すために、ユーザーにポイントを付与するものがある。検索サービスを提供する会社にとっても、ツールバーの存在は、無視できないほど大きい。例えば、楽天ツールバーには100万人、月のユーザーがおり、約2億クエリー、月の検索、2011年を行って、 ゴゲルはドセンスの広告を表示している。アメリカでは、総検索数の約1割2005年がツールバーから行われるという。またユーザーが閲覧したウェブサイトを集計し、インターネット視聴率を算定する機能を持つものもある。例えばアレクサツールバー、グーグルツールバー、ヤフーツールバーなどが有名である。インターネットの無料コンテンツは、広告によって支えられていることが多いため、 広告費算定の基礎となる視聴率の収集はやむを得ない面がある。また収集した情報の一部は、アレクサインターネットのウェブサイトや Google のダブルクリックアドプランナーなどで公開され、ユーザーに還元されている。一方で、ウイルス対策ソフトの中には、情報収集機能を持つツールバーをアドウェアとして検出するものがあり、セキュリティを不安視する人もいる。またツールバーの中には、 アフィリエートプログラムに参加して収入を得ているものがある。例えば検索プラグインの一種であるジャワードを同梱するツールバーはインストール1件につき10円の成功報酬を得ているようである。最初の常駐型サードパーティー製ツールバーが登場したのはインターネットエクスプローラー3.0の頃だった。アレクサがツールバーを発表しウェブサイトのトラフィックを測定したり 所有者や最終更新日時などのウェブサイトの情報を表示した。その後、閲覧中のウェブサイトと類似するウェブサイトを表示する機能も追加された。この頃はまだ Google がなく、常時接続のブロードバンド回線も普及していなかった。ディレクトリ型検索エンジンとテレ放題が主流で、コンテンツを探すのも閲覧するのも一苦労だった。またウェブブラウザも開発途上で、ツールバーは、 現在のような外観ではなく、ウェブブラウザのサイドバーやフッターに表示されていた。現在のような外観になったのは、インターネットエクスプローラー後の頃のようである。アクティベックスコントロールで作成された、ヤフーコンパニオンは、ブラウザのツールバーに表示することができた。1999年から2002年にかけて、ツールバーのブームが起き、プロバイダやポータルサイト、企業のウェブサイトが、 次々と自社のツールバーを発表し、インストールしても全ては表示しきれないほどった。2003年の調査によると、ユーザーの約半分がツールバーを利用したことがあり、Google ツールバー、エキサイトツールバー、Yahoo パニオンが人気だった。検索機能が人気で、ハイライト機能や辞書機能もそれなりに使われていた。ちょうどこの頃、日本でインターネットが本格的に普及した。 インターネット利用率は2001年に5割を超え、利用者は1999年から2002年の3年間で約2.6倍になった。ツールバーで新規顧客を獲得して、リピーターにするために、激しい競争が行われたようである。2004年、ブロードバンド回線の利用率が5割を超え、常時接続が当たり前となった。ユーザーの人気が高いツールバーを軸に、 マイクロソフトとグーグルの戦いが始まった。この年、グーグルは Gmail のサービスを開始し、Gmail のオタファイヤーでツールバーに統合した。またツールバーと一緒に Google デスクトップを配布して、マイクロソフトからデスクトップの派遣を奪おうとした。グーグルは2004年にリリースされた Firefox にもツールバーを供給し、検索の成功報酬を支払うことで、 インターネットエクスプローラーのシェアを脅かした。堀江貴文が自社のポータルサイトに集客するために、プロ野球球団買収や日本放送買収を行おうとしていたのも、この時期である。ライブドアは、ポータルサイトの整備を行い、ツールバーを発表した。堀江の目論み通り、 ブタック市場の市場規模は2005年の3兆4560億円から2010年には7兆7880億円へと倍増した。ヤフージャパンは2008年から自社のツールバーをカスタマイズした提携企業向けのツールバーを大量に発表した。2012年現在、ANA ツールバー、2008年、日誠ツールバー、2009年、海物語ツールバー、 2010年、ラブベリーツールバー、2011年など、約50個に及ぶツールバーを発表している。一方、2008年は、ノートパソコンの比率が約7割となり、ネットブックや iPhone のような新しい携帯のパソコンが台頭した時代でもあった。これらは、デスクトップパソコンと比べて、画面サイズが小さく、従来のブラウザの GUI では、 ウェブページの表示領域が狭くなってしまった。この時期に発表された Google Chrome 2008年、Firefox 4 2010年、Internet Explorer 9 2011年などのウェブブラウザは検索ボックスとアドレスバーを統合して最小限のインターフェースでピクセルフレンドリーになるように GUI を再設計されていた。ツールバーも 面積削減の対象で、ウェブブラウザのスピード競争などもあり、常駐型のツールバーは時代に合わなくなったようである。Google は Google Chrome 用の Google ツールバーを発表せず、Firefox 用の Google ツールバーの開発も停止した。2017年10月31日、インターネットエクスプローラー版 Yahoo ツールバーのサービスが終了した。 Google Chrome 版と Firefox 版のサービスもすでに終了しており、すべてのブラウザでサポートされなくなった。これに対し、窓の森は見出しで Web ブ,ブラウザ向けツールバーの時代に幕が下りると記した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。